お隣韓国さんで、親日派は墓まで掘り返すという法案を発議したことがありましたが、その法案に議員の3分の2が賛成との報道が出てきたようです。記事とネットの反応を見てみましょう。韓国で与党の共に民主党が中心となって日本に協力した親日派に分類される人物の墓を掘り起こし、国立墓地から移す法案制定の動きがある。日本ではちょっと信じられない感覚だが、国会議員の3分の2が賛成だという報道もある。専門家は、行き過ぎた反日政策は韓国という国家自体を否定しかねないものだと危惧する。韓国重鎮議員のソ・ヨンギル議員が、共に民主党の議員らは13日国会で国立墓地法の改正に関する公聴会を開いた。そこで同党の歴史と正義特別委員会で委員長を務めるカン・チャンイル元議員が、親日迫信のせいで愛国志士たちが安らかに眠れないという趣旨の主張をしたと朝鮮日報日本語電子版が伝えた。韓国の国会では親日派派閥を含む国立墓地法改正案の成立に向けた動きが本格化している。親日派とされる人物の国立墓地への埋葬を禁じ、すでに埋葬されている墓を移すことができるようにするというものだ。日本ではありえない話だが、墓を掘り起こすことにどのような意味があるのか。龍谷大学教授の李相哲氏は、韓国では富裕層を中心に風水で先祖を祀る墓地を移動させることがある。ただ古くから復讐するために墓から遺体を掘り起こして侮辱を与えるという意味合いもある。墓は一族を含めた最も厳しい侮辱と言えると解説する。左派団体幸福会のキム・ウォンウン会長も、韓国の独立記念日である幸福節15日の式典で、国立ソウル研究院に親日派の人物が埋葬されていることを批判した。一部メディアでは、キム氏が当選議員の3分の2が法案に賛成していると語ったと報じている。国立ソウル研究院には国の功労者や朝鮮戦争の戦没者が祀られている一方で、パク・チョンヒ元大統領や日本軍出身の軍人も祀られている。また国立テチョン研究院にも日本軍出身の軍人が祀られており、左派勢力が目を光らせる。法案が成立する可能性について、前出の医師は、与党が3分の2近くの議席を持っているため可能性は高い。ただ左派が定義づける親日派とは、日本に協力した勢力。そのため親日派を否定するなら、初代大統領のイ・スンマン氏やパク・チョンヒ氏を否定することにつながり、ひいては国家を否定することだと話す。反日のためなら自滅をも厭わないつもりだろうか。それではネットの反応です。イ・スンマンは親日ではありません。民族問題研究所がイ・スンマンは親日、親米とレッテルを貼り、糾弾し罵倒しています。親日だったからこそ彼は暴君だった。と、大きな声で言えますから。親日は悪の起源とでも言いたいのでしょう。そういう文化があるのは承知しているが、現代社会において何の意味があるのだろう。ムンちゃんの唱える石平生産の整合性のためだとしても、あまりにも馬鹿げている。半島は、今も古代社会と見える。このような国と未来志向、日韓交流を叫ぶ国内の新韓反日売国の議員及びメディアの頭の中を覗いてみたい。韓国はとんでもないことをする人たちですね。国会の多数で可決。親日の個人の墓を暴けとは言葉も出ません。人間のやることではないですね。思考回路がどうかしてる。お付き合いできません。イ・スンマンを否定するってことは、竹島の強奪、彼らから見れば奪還も否定するってことになると思うのだがね。イ・スンマンを全面否定するなら、彼の指示で奪った竹島も日本に返すのが筋ってもんだろう。それとも竹島は一度も日本の領土になったことがないと強弁するか、奪った取り戻したのはイ・スンマンではなく別の人間と都合よく歴史を書き換えるか。墓を掘り返すことを正当化する法律に国会議員の3分の2が賛成するって、日本人の感覚からしたら異常だな、としか思えない。国交断絶に向けての下準備ですね。もし
日本国内で韓国と同じような法律を作れという勢力がいたら、大半の日本人は殺法を向くでしょう。韓国人の国際感覚がないことは知っていますが、生活上の感覚も日本人とは全く合わないですね。在韓米軍が撤退する時期には日本から国交断絶をしたら、これができる政治家はわずかしかいない。記事を読んでもちっとも驚かなかった。いかにもあの国がやりそうなことだから。こんな侮辱的な振る舞いをする国は半島を除けば世界に存在しないだろう。墓を暴くのは死者に対する最大限の凌辱、猟奇的レベルの精神症状だ。朝鮮民族固有の思考様式として日本の外務省から世界に広く発信してあげるべきだ。各国の研究者も驚愕するだろう。もしこの案が実現したら、日本政府は今度こそ国家間の断交を真剣に考えてほしいというより考えるべきだ。近代国家のやることか、反日も自国の民が親日家なら死後墓まで破壊する。反日国家に日本は甘すぎる。本当に呆れるほどの民度の低さ。これで軽貿易は世界の規範とか、もはや先進国とかよく言えるもんだ。バカ民族ぶり全開だな。これじゃ世界中で嫌われるのも無理はない。ということで、ちょっと韓国さんを舐めていたようです。以前この話題が出た時も動画にしましたが、その当時はまさかこんな法案に賛同する議員がこんなにたくさんいるとは夢にも思いませんでした。コメントにもありますが、近代国家でこんなことができるというか、本気で考える人がこんなにたくさん国会議員にいるって異常としか思えませんね。日頃から韓国さんには驚かされることが多いですが、本当にこれで G7 がとか、アジアで最高の先進国だとかよく言えますよね。記事ではもしこの法案が成立したら国家を否定することになるとか、コメントでもイスンマンを否定するならとか言っていますが、そこに関しては韓国さんなんだから、そこは自分たちの都合のいいように解釈するに決まっていますよね。それにしても本当にこれが成立するなら、日本は世界に向けてこの事実を発信する必要があるんじゃないかと思いますし、韓国さんとの付き合い方も本当に考えなければいけないんじゃないかと思います。ぶっちゃけ後進国でも現代においてこんな法案を成立させる国なんてないですよね。今までも何度かこのハブ法の話題が出てきていましたが、意外と韓国国民も賛成してる人が多かったですし、親中派や親睦派の墓もとか言ってるコメントとかあったような気がします。まあ議員がこんなに賛成するってことはそういうことなんでしょうけど、韓国さん、そろそろ人に進化してもう少し道徳というものを学んだ方がいいんじゃないですか。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。